イルカさん、夫に、私を全部あげます。最愛の人はパーキンソン病キット天国で僕たちも役に立ったよねと言っているシンガーソングライターとして日本の音楽シーンに確かな足跡を残してきたイルカさんは2021年にはデビュー50周年を迎えました 誰もが心の奥底に持っている優しさや愛、かなしさそれにいつまでも忘れられない情景などを穏やかなメロディーに乗せて私たちに届け続けてくれていますどんな時も笑顔を絶やさないイルカさんにも大切な人の生と死に直面した過去があります 夫であり、音楽面でも彼女を支えたプロデューサーの神戸和夫さんが難病のパーキンソン病を患いこの世を去ったのが7年3月21日のことあなたに初めて出会った日懐かしい気持ちに包まれたきっといつまでもこの人といるような気がした遠い日2人の出会いから2人三脚で病と戦った日々を振り返ってもらいました 夫には「私をあげますから好きなように」と2021年がデビュー50周年そして神戸和夫さんが亡くなってから昨年で15年が過ぎました夫に出会っていなかったら私は100%歌っていませんでした自分からオーディションに行くことなど絶対に考えられないタイプですから。 イルカという得体の知れない存在を発見してくれたことへの感謝は年々深まっていきますね大学の部活を通じてお二人は出会った夫が21歳私が18歳の時でした大学は違ったのですがフォークソング同好会での交流があって私の存在に衝撃を受けたらしくずっと観察していたらしいんです 存在に衝撃、ダイヤの原石、として、それまで出会ったことがない、珍獣、みたいなものとして、わら。いやいや、わら、20歳前後の若い男の子ですから、異性として、いいな、と思わなければアプローチしなかったと思いますよ。ないない、それはないと思います、わら。得体の知れない何かを私から感じて、それを発掘してくれたんです。 よくくぞ発見してくれたわら、もちろんイルカさんご自身も神戸さんから影響を受けたわけですよね彼は日本の歌をとても大切にしていて米国にはフォークがあるけれど日本にだって民謡や商家があると考えていたそれに神戸和夫という人に出会って言葉の大切さも教わりました イルカさんの曲にはラブソングもあるしメルヘンっぽいものそれに社会的なメッセージをガツンと伝えるものもありますよね日頃私が感じていることが言葉として曲に載った時聴いている人が共感してくれることに彼は気づかせてくれましたいいメロディー楽しいと思ってもらうだけではなくてね出会ってからイルカさんが大学を卒業すると間もなく結婚し 同時に夫婦デュオシュリークスとしてデビューとなりました彼は歌ってはいましたがもともと音楽プロデューサーになるという意志が強かったんです大変な思いをして生活している人たちが苦労を忘れて楽しめたり感動したりできるものを作りそれを動かせるプロデューサーになろうと高校生の頃から決心していたようです